長馬家政星18年は民の政治家。字は平洋。号は羅宝。家政11年に家政三から誠隆の名と、茂京の字を賜った。雲州府栄化県の人。工事11年に里見に旧大するが、紳士となったのは、昭徳16年ですでに47歳になっていた。ところが、この年に発生した大霊の儀において、 新帝の火ミカドの意見を支持する上層を行ったところ、カドに気に入られて、官議院員学士に抜擢される。加星5年に、兵部右次郎に任じられて、当時問題となっていた、李服たちの極と呼ばれる事件の取り調べに功績があった。加星6年に、礼部召書に昇進して、内閣入りして、大礼の儀の記録集である、明林大典の編参を行い、後に、 微部将所となる。当初は、火星三角より内閣主タスクである、洋一星と協力して、政務を行うように命じられたが、両者は対立。火星8年には一度は、引退を迫られるも、格闘による洋一星への弾劾が認められて、洋一星が失脚すると、一転して内閣主タスクに任せられた。しかし、火星三角の移行による、冷静改革の際に、 火星ミカドの意向に沿った上層を行った夏ことが、徴用されて台頭すると、危機感を抱いて夏ことが、火星ミカドを追い落とそうとしていると残言して、帰って工作していた事実が発覚して、火星10年に辞任に追い込まれた。それでも、火星ミカドの右腕的存在として信任が厚く、以後も、復帰と致死を繰り返して、火星11年には、火星ミカドの意味名である、厚、に通じる、 に代わる誠隆の名を賜り、火星12年には大志大志に任せられ、最終的な引退は火星14年のことであった。ありがとうございます。